こんにちは。パステルアートインストラクターの夏です。毎日暑い日が続いていますね。水分をこまめにとって、熱中症など体に気をつけてくださいね。今日は視覚から涼しさを感じていただけるようにレモンを描いていきます。それでは始めます。紙が動かないようにカッターマットに紙を固定します。はい、早速パステルを削っていきます。最初に削る色は黄色を全体的に削ります。はい、で今回は手のひらで塗っていきます。好きな方の手のひらで塗ってください。おお。はい、足りなかったのでもうちょっと削ります。で次は型紙を使います。こちらの型紙が惑星の時に作った型紙になります。再利用していきますね。好きなところに置いてセロハンテープで貼り付けます。はい、次はサーモンピンク。サーモンピンクはこの丸に沿って削ります。で、指で塗っていきます。スティック消しゴムを使って丸を描いていきます。これは大体で大丈夫です。していきます。はい、で次はここから線を描いていきます。横にまっすぐの線、今度は縦、はい、斜め、はい、こんな感じですね。で、練り消しを揉んでいただいて、練り消しでトントントンとこの真ん中のところを消していきます。はい、繰り返しでレモンを増やしていきます。レモンが重なる部分はそのまま上から色を重ねて大丈夫です。
はい、こんな感じで全部重ねてしまいます。はい、次に清涼感を出すために青緑を塗っていきます。パレットの方に青緑を削ります。で、指で好きなところに塗ります。この何もないところにも塗っていきます。はい、パステルの余分な粉を落として手を洗ってきました。仕上げにスティック消しゴムを使ってこの実と皮の境目のところを三角のような感じで消します。はい、こんな感じです。自分の好きなところを消してあげてください。好きなところに色を足したり消したりしてみてくださいね。その後に定着剤をかけて完成となります。本日も動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。これからもパステルの楽しさを伝えていきますので、チャンネル登録、高評価、コメントで応援していただけるととっても嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。